スタートも気にしてる。はい。大勢の人に。今はそこで撮るんですか？いいから問題ないですか？はい。どうぞ皆さん、あの、やってください。皆さんお帰りいただいて大丈夫ですか？はい。はい。自分で顔は出してください。はい、じゃあ行きます。はい、はい、チーズ。はい、もう一枚いきます。はい、それではいきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では小林先生だけお残りください。朝の方はお外でお待ちください。教職員の社会的・経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心は自然を愛する心、あ、分かりました。はい、国を愛する心、今子どもたちのために全日本教職員連盟。羽生結弦です。今1日約3000人が受付を必要としています。病気に気をつけたい。君に救える。私は片腕行きなんですよ。私も献血ルーム。どういうわけだね。そんなことないです。私読めないよ。ラブイン、アクション。はい、お願いします。シャワービューティフルでワンダフルな情報番組、コンシェルジュがご案内するとっておきの話やここだけの話、知ってほしい素敵な情報をお届けします。メインパーソナリティは下町エレガント大使キリン、元気印のワンダフル隊長ミッチーなどともに進行いたします。お天気がいい日はスタジオ前に集合、差し入れも大歓迎ですよ。時代は進化中だから、ラジオだけど目の話なりクリスタル。はい、ダリアモンドミッチーナです。ズーランドのコーナーでは愛するものをつなぐ場所、ハートレスキュー隊を応援。考えるだけでなく一緒に感じてほしい、クリスタルからの元気情報配信です。楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームで映像も楽しめます。クリスタルから始まるハートバトンリレー、受け取ってください。素敵な情報をお届けするコンシェルジュさんも募集中です。ここから見える景色をぜひ一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。はい、そしてですね、私たちはですね、ここからいろんなことを発信していますけれども、今ね、地震がずっと続いているというまでのね、ことでも何かできることがあるんですよ、みんなね、それぞれに。遠くにいようが、近くにいようが、特に近くにいる方はね、特にいろんなことができますからね、よーくね、考えてね、手や足やね、頭や心を使うと、ああそうだ忘れていたってこともあるだろうし、一人じゃできないことも何人かで集まればできることもあります、はい、で私たちも、はい、今ね、あの物資届けるのどこ届けようとかいろいろありましたけど、ラジオ局では、あのラジオ局のここの前にね、貯金箱がありますから、はい、そこに届けてくださるもよろしいし、それからクリスタルでもね、今新しいバッジがね、予算バッジができましたので、はい、この売り上げは全部 100%、はい、ね、でうちは、ワンコのことに、今迷子犬とかね、そうなんです、本当に大変、そこに集中して、はい、そちらにお願いしますという形でお届けしようかなと思っておりますので、うん、はい、そうですね、考えましょう皆さんね、本当に今は人のことかもしれないけど、自分になることだってありますからね、ありますよ、本当にそう。今ほら、あの前に経験した方が、この時こんなことが助かったということをアニメにしたりと、あれああいうことよ ね、 いいね、何ができるって見てた、それ見てますよ。でもね、ピンときちゃって後でね、結果こういう時ってさ、ずっとテレビつけっぱなしにしてるじゃない、で、あのいろんなところのいろんなのを耳に入ってくるから、これすごくいいですよ、ね、あのガイドにも載ってない、やっぱり経験した人でないと語れないことですよね、現地に飛んでる方々も本当に今まだね、途中の状態でも僕たちがきっとできることがあるからって飛んでって、遠くからどっから飛んでってる人たちいるでしょう、素晴らしいよね、
いいですか、近くの人がいろいろやれることありますよ。そうですね、ちょっと怒ってます多くは語りませんけどねちょっとって感じですね。ちゃんとみんなクリスタルでもだから皆さん無関心でいないでくださいね、はい、別にクリスタルのこのバッチじゃなくてもよろしいので、自分でできることを考えてやりましょう。そうです ね、参加しましょう。ぜひぜひ、はい。さあ、クリスタルショーは下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション、はい、ご説明お願いします。